ルモ、そして伝統のある深尾さんで、誕生日公演を迎えることができて本当にもう心から喜んでます。社長はじめママさんによくしてもらい、またクラブで、機会があったら誕生日公演したいと思います。本当に皆さんありがとうございます。そうですね、いつも感じるんですけど、やっぱし、遠いところから来てくれるお客様、地元のお客様、本当にもう一人一人の温かい拍手が、身に染みました。ありがとうございます。初めてです。こだわりっていうか、今日は初めてなんで、まだまだ未熟なんで、次、2回3回とやってるうちには、こだわってちゃんと、お客さんに満足してもらえるように、演じたいと思います。ドレ42です。鷹之助と、この28日に誕生日公演を行う、ダンマルと私です。3人です。すごい、忘れた。鷹之助が29で、ダンマルが30。人のことはあんま覚えてません。はい、あります。え、これ、まあ、そうですね。でも最近年いったなと思うんで、でも若い人たちの舞台にとったら元気さをもらって、そこを真似して、まあ、いくつになっても舞台に立った以上輝いたいと思います。うちのおかみさんは10や15若く見えたって、もう50を過ぎる気なさる。50になっても60になっても女は女。あおかみさんに会わせておくれな。どうしたんだよ。ですからね、放り出したんですよ。かわげで、おみや中で仕事だ。へえ、わかりました。なめたこと抜かしやがって。ちょっと、お待ちなすっておくれ。もし、もしもし、もし、お待ちなすって。大前から様子を伺っておりましたが、相手は年寄りだ。寄ってかかって、何をそのつもりでござんすか。弱いもんいじめはしゃあならねえ。おめさん、このバーのせがれか。そうですね、やはり、これから先ね、もう42なんで、1年1年大事にして舞台の方お客さんに喜んでいただいて、そして会議しながら楽しかったって言われる劇団にしたいと思います。これからですか。今まで通りです。はい、精一杯やります。本当に今日はお忙しい中、誕生日公演に来ていただきましてありがとうございます。まだまだ未熟ではございますが、これから先もお客様に喜んでいただくように、私たちも一生懸命努力を重ねて頑張りますので、ぜひまた、劇場の方、センターの方に、大座中野和也という看板見かけたらあれば足を運んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。本日は本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ラジオのここはかっこいい、立ち役の決めの目ですかね。かっこよかったです。お流れします。お流れします。社長、女型の仕草です。やってもらっていいですか。女型です。実際になってくるんですか。あれですかね、顎と首の境界線がなくなったことです、横から見たら。若いところ、舞台に出たら若くなりますね。何でも所作です、ね、いきなり丸々です。顎が出てきました。顎は元から出てますけど。頑張ってます。丸々にこだわってます。お客さんに楽しんでもらうようにこだわってます。笑顔をください。はい、座長、今日も大変だったでしょうが、明日からもまた頑張ってください。どうかこんな俺ですが、よろしくお願いします。かっこいい。あ、多分もう見た目から全てかっこいいと思います。ここがいい。女型の階段を上る仕草が可愛いと思います。
楽屋に入ったらおじさんです。舞台に立ったらやっぱり若いなと思いますね。お前たちにはまだまだ負けんぞという心意気が言われなくてもひしひしと伝わってきます。最近までちょっと痩せました。最近豚です、豚です、ありがとう。最近ちょっと痩せました。ちょっと痩せたんです。最近の俺〇〇にこだわってます。別に大したこだわりはないんですけど、まあ、お客さんに楽しんでもらえるようにっていうのをモットーに頑張ってます。今日は座長の誕生日公演ということで、も本当に全国からたくさんのお客さんが来てくれまして、また盛大に盛り上がってよかったなと思います。また自分も誕生日があるんですけども、座長には叶いませんけども、負けないように一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございました。自分可愛いと思いすぎやと思います。なんか自分イケてるって感じの顔で出ていくので、正直見てる方が恥ずかしいです。シワが増えたと思います。自分で若いって思いすぎてるけど、周りから見たら結構来てると思います。最近は男の人に負けないように頑張ろうと思っています。笑顔を大切に舞台に立とうと心がけています。私もとてもたくさん盛り上がってよかったと思います。来年もまた頑張りましょう。終わりです。私もここがかっこいい。仕事が真面目なとこですから。可愛い。
可愛いのはないですあまり表に出なくなりました。仕事終わったらずっと寝てます。服装が若い、まあおしゃれってことですね。どうですか最近は。最近は仕事頑張ってます。こだわり朝が来て、まあ一日一日を頑張ろうと思っておりましたので、ぜひ見に来てよろしくお願いします。ここに注目全部見てください。社長、誕生日おめでとうございます。これから先も一生懸命頑張ってください。お願いします。座長のここがかっこいい、やっぱり全てがかっこいいです。普段から舞台の上から全てがかっこいいと思います。座長のかわいいところは、そうですね、やっぱりたまにお茶目になったりするんで、そこがかわいいと思います。はい、最近座長がおじさんになったなと思うのは、裸になると腹がボコッと出てくるところですかね、はい、ですから裸になると腹がボコッと出てくるんですよ、座長はい、その辺がおじさんになりました。若い、やっぱり全てが若いと思います。年々年いっていくんですが、やっぱり年々若くなっているような気がしますね。最近の俺、太りました。20顎がすごいってよく言われます。頑張って痩せます。最近の俺、何もこだわってません。自分の道を行ってます。最近の俺のここを見て、やっぱり目の細さですかね。もうちょっと開けて頑張ります。はい、座長、誕生日おめでとうございます。大座になってこうやってついていっておりますが、まだまだついていきますんで、一緒に頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。また待ってます。